アムロ風実況ガンダムオンライン実況者はエテポンゲと申します。よろしくお願いします。ついにこの日がやってきました。連邦の白い悪魔ガンダム RX78 にでいいのかな12月26日午後1時5分2時にねメンテナンスがどうやらあるようで、その前にねガシャをしておこうと思いまして今撮影を開始いたしました。本当にねこいつのためにこいつを回すためにねバンダイコインチャージしておきました。デラックスガシャコンスーパーワンプレイお得を一度引くことができます。でねまずはねちょっと落ち着こうぜ。まずはねこのガンダムの金設計のね機体の繊細を見ていこうではないかと。ガンダム地球連邦軍がザクに対抗して開発したモビルスーツビームライフルは戦艦の主砲並みの威力を持つと言われる。アムロレイの愛機ガンダム、ガンダム、僕が一番ガンダムをうまく使えるんだ。これだけはなんとか、なんとかこれだけは。ビームライフル FAF フルオートだな。ここからフルオートガンダムほんと欲しいな。フルオートビームライフルとか絶対強いじゃないか。そして二刀流を持てるんですよね。でさらに金設計にはハイババズカ強襲タイプ2対って読むのかな、2本バズーカーが2本。そして、ガンダムシールドでね、シルバーだと、あ、けど FAF はあるんだね。で、二刀流もあると。ただ、ツインバズーカーがないって。当たるかな、当たらない気しかしないな。怖いな。言っていても仕方がないのでね、ちょっと入隊しません。今ねちょっと精神統一をねして、物欲センサーに引っかからないようにね無になってガシャコンを回そうではないか。あとそうだ、ボールも紹介しておこうか。せっかくだしね、ボールの M 型設計図、ボール M 型、ボールを元に展開式の機雷格納庫を装着した対戦艦や後方火力支援に適した機体、低コストを利用した前線の支援が可能。まあなんかね、難しい漢字いっぱい並べて、なんかいかにもみたいな感じだけど、結局はボールなんでね。結局はボールだよ。こんなの当たっても嬉しくないからな、全然。全然いらんからな。これちょっとけど面白そう。機雷散布ポット W 型とか。いや、ガンダムだ。ガンダムを、ガンダム狙いに。無になれ、無になれ。よし。まあね、まあそう簡単にはね、出してくれない。たかがね、3000円ちょっとしかね、出すことのできないね、私みたいな人間にね、ガンダムを出してくれるような、世の中甘くないわな。頼む。もういいか、回そうか。回そう。無になります。行きます。
白枠だからといって動揺するんじゃない。ないな、入ってないな。マジか。まあ量産型ガンキャノンとライトアーマーの金が当たりました。ダメだ、当たりやしない。くそー、もうデラックスチケットもないぞ。もう3000円使ったぞ。もう53円しかないぞ。仕方ないか。仕方ないな。私はガンダムに恵まれなかったということでね。はい、ってことでね。はい、ガンダム出ませんでした。はい、終わります。まじふざけんな。3000円した。ガンダムとかいらんし。二度とやろ。